茨城県道、千葉県道、埼玉県道26号堺杉戸線は、茨城県佐島郡栄町から、埼玉県北勝鹿郡杉戸町へ至る県道である。茨城県佐島郡栄町から、埼玉県北勝鹿郡杉戸町の国道4号へ至る。茨城県内は、全区間茨城県道17号欠場の打線との重複区間で、 利根川を渡った先の千葉県の出しから単独区間が、始まる千葉県の西北端部を東西に貫く道路で、短距離に利根川、江戸川をまたぐ。一部、脇にそれる区間があるが、朝日自動車の東武動物公園駅境車庫のバス路線を通す。1954年1月に建設省で使用、地方道を指定する告示が出されたのを受け、 1954年9月1日、茨城県では、道路法第7条の規定に基づき主要地方道を一時、認定した23路線のうちの一つで、起点を、佐島郡栄町、県内の終点を、県海道群道町とする路線が、県道栄杉戸線である。江戸川に架かる関宿橋去って市平野付近、杉戸町内終点、栄県道入り口交差点福井、 曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積算4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。